さあ、戻ってまいりました。俺3つ目の家とか思ってたけど、これ1個目の家じゃん。やつらめ、この辺で ちょっと近すぎた？やっぱり。これ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 。弾入ってる？入ってる。うわー、素晴らしい。なんとかなる、これならば。どこでバレたんだろうな。よしよしよし。行くぞ。オッケー。倒した。よしよしよし。ヘッドショット強いね、やっぱ。あいつはどう？逃げるんだな。ほら、うわー、ダメなの。かすって当てるような。何も落とさねえだと？これか。ライフルアーモ。ライフルアーモなー。M4 ねえからな。ねえか。これでやっと？これ襲われた住人がここにバリケード立てたのか。多分。やだな、生々しいというか。マッチ。特になしで。ゾンビの持っていたフルーツ缶。開かない。開けます。よかった、バールがあって。お、なんかアイテムの報告臭い感じが。そして何も持って帰れないっていう。カバン探そう、カバン。パーツ、うわー、持って帰れねえ。ね、完全にこれね、バリケードだよね。おお、カバン。カバンねえか。なんかまず飲むか。いや、大丈夫だな。これ何なんだろう。あ、アイコンテストか。赤い文字があんなと思ったら。正規版じゃないようです。塩。ん？塩？あ、塩だね。塩5個も入ってる。干し肉ができます、これで。シュガー、とりあえず出しとこう、忘れないように。塩瓶、カバン、カバン。2階行けなさそうだったよね、これ。どうにもならんな。カバン、ソーイングキット出しとこう。ラグも持ってねえのか。ダメだよ、絶対カバンが必要だ。うわー、もったいねえ、これ。あれ？これ、あ、取れるよね。じゃあ次の、あ、びっくりした、ドアがもう一個あるかと思った。次の家を見に行こう。奥なんかあるかな。ぜひともカバンが欲しいな、あの家ね。家いっぱいあんね。ワークベンチがあるんじゃなかったっけ、この辺。あ、池あるし、ここってもしかして、あれ多分いるでしょ、ゾンビ。あれにゾンビがいなかったらナイス拠点なんじゃない？でっけえ家があるぞ。いるね。やめるか。あっち見てみよう。空っぽ。いただきます。こっち。
間違えた。こっち。OK？ あれ？意外と入らないのかこれ。あ、入った入った。リロードされないだけか。0.7 リットルが最大かと思ったよ。乗った。これ超えらんねえ。いるか？カバン。ありがとう。マジで？カバンカバン。落とした？これで意外とちっちゃいカバンだな。M4 ライフル、リロード、弾がこれか。いや、ちょっとね、少ねえか、3発。そうね、いっか。あ、でも先にしまうものがあるか。あー、どうしよう。ショットガンの弾は？リロード。ダメか。この辺多分使うだろうからな、これ。よし、見に行くぞ。なんか視界が暗い気がするんだけど、なんだろうな。お、カバ。こっちのがでかいし、シャツゲット。こっちにしよう。持ってくぞ。おのれ、どうすればいい。こうして、こうして、よし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 、来たぞ。ほい。6、こっちが10。素晴らしい。シャツを着るのだ。おしゃれめん。おう、どこだよ。ここだ。裸ワイシャツです。で、あとはパーツ、パーツ。いたっきれ。特になし。パーツ、パーツ。これ取れるでしょ。おっと、取れないのこれ。同じものじゃねえのこれ。これと。いや、同じもんだよねこれ。ただの見た目。はまった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 。これは取れる。同じだよねこれ。まあいいか。さて、2階にも行けそうだ。パーツ。何もなし。オープン。これ巻くのか。何もなし。パーツ。めっちゃ落ちてるパーツ。すごいな。これ。シュガー。おっと？テープ何かに使いそうだよね。ポテイト。とりあえずこれ食うか。ち
チョコバーまとまってほしいな。食うか。ほい。シュガー。これでスイーツ職人になれるね、俺。パーツ。空っぽ。開いた。何もねえです。さあ、2階行ける?行けるね。あれ、俺来たっけ、ここ。来たな。閉めると目印にならなくなるな。ラグ。あんま。ラグどうしようね。一回戻ります。戻るっつうかしまいます。まあこれでいいかな。マッチ、ショットガン、オッケー。こっちもなんかあんな。あ、なんもねえわ。ラグ。開けるぞ。ほい。よし。お、なんかスワットメット的なあれが。これは10%でもいつの間にかなくなってるから、やっぱりクマにやられて落としたとかそういうやつかな。急になんか業務的なロッカー来たね、これ。なんか、書斎なのに急に業務用。開かない。開く。ここのメインは、メットか。開かない。ヘルメットオンリーだな。オッケー。こっち。開かねえ。開けます。あれ?あれ?扱い切ったくせ。バールのようなもの。なくなりました。これ、ロックピック、あ、ここも?ロックピックだったら、何度でも使えるのかな?あら、2箇所も。合計3箇所とも埋まってたわけだ、これ。装備品シリーズっぽくね、なんか。出てきそう。つうかさ、装備品って攻撃されると壊れんのかな。大丈夫だ。これブーツなんかはね、結構ゲームそのものに関わってくるから重要だよね。さあ、こんなもんなんでカバン持って帰りましょう。暗くなってきたし。4時。相変わらず取れない。なんもねえよな。で、あの、さっきの1個目の家のやつを持って帰って、枝、バケツ、パーツ、ダメか、パーツ、影が伸びてくる。結構怖いね、これ。なんか叫び声がした気がした。行くか。一回戻ります。入んねえな、これな。もったんもジャンプ。あ、ジャンプできねえ。できねえんだ、これ。ああ、そうなんだ。これですな。なんかある。あ、俺が落としたのか、これ。フルーツ感、うーん、こんだけ。フルーツ感持ち帰りてえよな。チョコバークか。よし、アックス、まあいいか。取り替えてくか。こっち、なんだと。どうすればいいんだ、これ。これ入れて
ゲットして入れ替える。 OKOKOK。 さあ戻るぞ。持てなかったアイテムまだあったっけ。瓶はいいや。ソルト、ソルト多分あれまとまるでしょう。うわー、ポテト、ノコギリやばくね。ソルト一回いっぱいあるし。そうね、よし行こう。さあ戻るぞ、暗くなる前に。もうそろそろカラスが鳴く時間のはずだ。そうやって持たないでほしいな、すごく邪魔。これどこ持つ位置で変わんのかな。ここから横からこう持てば、ロータリーができるの。これロータリーですね。こうですね、これで邪魔じゃなくなる。持つ位置低くない？よしよしよし、これでいくぞ。よし、とりあえず戻ってきた。最近切り来ねえな、入れないな。カバンがどんどん置かれていく。で、何が必要なんだっけ。石が4つ足りた。パーツ、パーツ、パーツ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってるし、いっぱい持ちすぎ。バケツ、芋、石、チョコバー、枝、なんかで使いそうだよね。ダクトテープ、クラフティングマテリアル、コーラが比較的。食い物系をカバンに入れといた方がいい気がするな、これな。あれ、パーツか、パーツ。よし、なんか燃えてる。できた。マテリアル2デッド。セーフウォーター、うん、うん、もうちょっと水汲んでくれいいの。で、あとなんだっけ、薪と、オークバークと、オークじゃない、ツリーバークと、薪、ツリーバーク、マッチ。ああ、ダメだ、これはなんとかしないと。やばい、ロッカー作ろう、もう一個。やばい、どうなってる。巻き、巻き、はい。ツリーバークないね。あとマッチ、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 マッチ。ああ、はい、ツリーバーク取ってきます。さあこれで、あと水か。空のボトルはここに入れっぱなしか。そうか、で水を汲んでくる。はい、水なくなっちゃったもん。これ2リットル入ってる。芋しかないんだよ今ね。クマ倒さねえとダメだ。で水を汲んで入れる、取り出す。でこれを、あ、バケツ使った方が楽なのか、これもしかして。そうしよう、まあ、ちょっと一回入れて、これ水筒代わりにすればいいんだな。あれ、あ、一回一回量を選ばないといけないのか。2リットル。大丈夫です。なぜだ、なぜだ、なぜだ。え、なんで？どういうこと？ちょっと待ってくれ。どこから来てどこへ消えた？
遠征してきた？あ、どこ行った？超ビビったわ。あの家の住人？いいか、ほっとこう。俺はこれを 正直何が起きたか分かんなかった。で、なんだっけ？バケツ、そうそう、バケツを使うって話。バケツはどこだ？あった。これに入れられる？超怖えよ。もうやめてくれよ、マジでよ。どっから来たのよ。まあ、霧の中からだよね。だってミストだもん。うわー、恐ろしい。で、フィルザボトル、バケツ、いける。10リットル入った。超えよう。で、水入れて入るだけ。8リットル？全部入る？12リットル入った。で、必要なもの持ってて、ディスティル、浄水とかそういう意味、ろ過とか。やったー、できてきたー。テイク。こうしてテイク。オーイエス。ん？バケツに溜まってってんの、今。よくわかんねえな。あ、バケツあんね。やったー。これで飲み物に迷うことはない。ああ、一段落できたね。寝るか。襲われるかもしれない。暗くなってきたね。さあ、とりあえず、そうか、クローバー、一個作ろう。壊れちゃったんだよね。パーツめっちゃ手に入ったから。作って、イエス。夜は6度か、結構寒いね。で、浄水中？おお、0.4リットル。素晴らしい。いいか。組み用のバケツ置いとこうぜ、ここに。専用です。暗い。さあ、寝るぞ。入ってくんなよ、お前ら。お前らつか誰もいねえけどさ、今。早いか、ちょっと。なんか見るか。キャンセル、これが。で、ギアいけるか。あ、いけるね。スクラップパーツも確かいっぱい手に入ったから、ウッドが10個、メタルパーツ6の、ギアが2、オッケーオッケー。インゴット、あるでしょ？で、これで、ギアになる。これだ。ほい。で、メタルパーツもっと入れて、これだ。足りると思うけど、8個で4つだよね。足りねえか？いや、多分結構拾ったからな。いけるはずだ。4つでギアができる。オッケーオッケー。で、あとウッドが10個？ウッドが10個、はい。もう一つ丸太が必要？必要だね。倒したやつが落ちてるはずだ。よし。
で、ウッドが12本。単位がそうだよね。2時間かかんのか。大変だね。OK。で、もうできてんじゃないか？ゲットして、ちょっと丸太置いとこよ。丸太置き場。ちゃんと置き場があるといいな。丸太。はい。ギアが、あ、違う。なんだっけ、ストレージワーク、ん、なんだっけこれ。あ、じゃあこれでいいのか、普通に。はい、ここなんだろう。2個ギアで、いけるね。ん、いけないね。パーツがあと2個。マジでないんじゃない。あ、ないね、多分これ。マジか。あ、ないね。あらー、足りねえか、これでも。そうかー。ということで、ギアはまた今度。ロッカーとか立ててーなー。とりあえずメタルスクラップがめっちゃいるってことが分かってきた。ですねー。はい、ということで、また今日も結構長くやったけど、とりあえずゲームが落ちなくてよかった。次回またメタルスクラップを探しに行きつつ、ワークベンチをアップグレードしたいね。とりあえず、クローバー手に入れたし、さっきの、2階の閉まってた部屋見に行こう。で、パーツをめちゃくちゃ集めてこよう。で、あと途中クマを倒せたらいいなっていう感じ。水の心配もいらねえんだよ。素晴らしいね。コーラさ、くべてみる？コーラがギアにならない？ならねえか。でもほら、世の中にコーラジャンキーが多分いるからさ。で、次、あ、喉乾いてるじゃないか。じゃあ早速出来たてほやほやの。これを飲んだらいいんじゃないか？イエス。ちょっと声中で飲もうぜ、中で。はい。ほい。あー、しかも500リットルぐらい、500リットル多すぎね。500ミリリットルぐらいで、多分、喉の渇き癒されるから、4回ぐらい飲めるじゃん、これ。ボトル最高かよ、これ。2リットルだよ。めちゃくちゃ重いよ、多分これ。はい、というところで、今回は、この辺にしたいと思います。今回は霧が少なかったね。ということで、寝て食料を集める感じかな。ですね。まあ、クマ倒したり、ニワトリをゲットしたりしますか。ということで、おやすみなさい。それではまた。